北緯33度35分1秒統計130度21分36.6秒北緯33.58361度統計130.360167度33.58361130.360167プリライバは福岡県福岡市沢楽西陣4丁目1番一1号にある都市型商業施設1974年に 都市計画決定した西陣地区第一所市街地再開発事業の中核施設として建設され、福岡市地下鉄空港線、西陣駅開業の1ヶ月前となる1981年6月26日に西陣エルモールとして開業。各店舗は地元の老舗百貨店岩田屋の子会社である西陣岩田屋だった。 岩田屋の経営不振により西寺に岩田屋が2003年に閉店すると施設は東京建物が取得した。それまで親しまれてきた岩田屋に代わる新たな通称が必要となり一般公募を行った結果、プラリと行ける場所からの造語であるプラリバに決定し2003年4月25日に西寺にエルモールプラリバとして再開業した。 西陣エルモールプラリバ2015年7月31日をもって閉店し、解体された。後地は、仮想会を、商業施設、高層会は、マンションとなる予定が発表され、2019年7月26日に、後継施設、プリライバとして、再開業している。2003年の閉店まで、西陣エルモールの各店舗となっていた。 最盛期の1990年代前半には1万8000平方メートルまで売り場面積を拡大、1997年時点では132.3億円の売上高であった。1990年代後半には改装が相次いで行われている。しかし、2000年には周辺にホークスタウンモールなどの大型商業施設が次々オープンした影響で、 売上高は76.3億円と42.4%落ち込み、債務が年商の1.6倍を超える124.7億円に達し、2002年2月末に債務超過に陥り、2003年2月に閉店した。岩田屋撤退後、施設は当時福岡に進出したばかりのディベロッパー、東京建物が SPC を利用して、 他の岩田屋グループ所有不動産19件と共に取得。およそ2ヶ月間の改装を経て2003年4月25日に西陣エルモールプラリバとして再開業した。59店の新規テナントがオープンし35店が岩田屋から引き続き営業した。開業当初の年間売上目標は100億円、年間来観客数目標は500万人であった。 2006年6月15日には地下鉄空港線、西陣駅に直結させ、地下2階、北出入り口に新たに自動ドアを設置したほか、建物外壁の塗り替えを実施。当初目標の100億円を達成できていなかったが、開業時と比べると売上は伸びており、年間売上目標は80億円、年間来観客数目標は660万人に設定されていた。 施設の運営管理は、東京建物グループのプライムプレイスが担当した。2014年12月24日、2015年7月31日を、もって建物の老朽化により、プラリバを併業し、跡地を再開発することを発表した。2002年に、西陣岩田屋と専門店街を合わせた全体で、約100億円あった売り上げは、非百貨店のプラリバとなった後は落ち込み、 2010年には約71億円であった。施設の老朽化に伴う回収費を賄えないと見込まれ、地権者と東京建物の間で商業施設を縮小してタワーマンションを含めた複合施設への建て替えが検討されていた。また、これに伴い地下1階にあった西陣エルモール内、郵便局は一時閉鎖し、サニー西陣店は閉店した。閉店後、 地上と西陣駅を結ぶエレベーターがプラリバ内にあるため建物を取り壊せないことが判明し福岡市が7番出口の横に新しいエレベーターを設置するまで取り壊しが大幅に延期された閉店から1年以上経過した2016年秋にようやく解体工事に着手した2017年3月17日再開発の概要が発表され東側に 地下2階、地上40階建て高さ140メートルの高層マンション、西側に地下2階、地上4階建ての商業施設の2棟を建設するとし、商業施設は2019年秋、高層マンションは2021年度の完成を目指すとした。施設は、プラリバを運営していた東京建物が引き続き開発。商業施設の早期開業を目指すため、 解体前建物の地上部分を東西で2つに分け、商業施設棟となる西側は、解体を一部に留めて改修し、住宅棟にする東側は一旦解体して、新しいビルを建てるという全国的に珍しい広報を採用する。2019年2月27日、東京建物が同年7月に開業する予定の新商業施設の名前をプリライバとすることを発表した。 2021年3月25日、屋上庭園がオープンした。ブリリアタワー西陣1階店舗部分は2021年、春開業。各フロアの出店店舗一覧、詳細情報は公式サイト、フロアガイド営業時間については公式サイト、営業時間をそれぞれ参照のこと。地下鉄、西陣駅の4番出口、5番出口と直結している。 地下鉄以外でもプラリバ近くのドンキホーテ上に、定型駐車場が、プラリバ一階以外に駐輪場が設けられている。ありがとうございます。